はい、寺泥まりさんの銀鱗紅白、サイズが28センチです。お願いします。はい、銀鱗生産者さんで有名な新潟の寺泥まりさんの銀鱗紅白です。色も赤くですね、そして銀が非常に綺麗に並んでおります。もちろんパターン、非常にいいパターンをした銀鱗紅白です。やはり銀鱗ということで銀の吹きが良くないと絶対ダメだと思います。頭から尾っぽ、この尾っぽの付け根までしっかりと綺麗に並んでおります。そして銀の向きですね、鱗に沿って綺麗に並んでおります。映像では分かりにくいかもしれませんが、どのように映せば綺麗なのか、銀の吹きが分かるのでしょうか。はい、じゃあ縦ですね、サイドです。よいしょ、ごめんなさい。はい、サイドです。元気ですね。はい、お腹の方です。お腹の方までギラギラしてますね、横も。こういう銀鱗の方が断然、いいと思いますし、コンテストなどでも強いんじゃないでしょうか。はい、また模様も花柄なので非常に目に留まりますね、はい、華やかで、はい、重たいと赤、紅が多いとですね、銀を潰してしまうことがありますが、こうまんべんなく白地が見せていますとよく銀が吹きが分かりますので、非常にギラギラパッと見ても目に留まります。はい、アップしたいと思います。分かりますでしょうか、銀の並びが。はい、キラ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 っと。はい、いかがでしょうか。こちら寺泊さんの銀鱗紅白、サイズの方が28センチになります。ぜひよろしくお願いします。